5500です。これですね、今58。つらい、ただいるだけでつらい。やばいですよこれ、ほんとにこれですね、エベレストとかっていうのも相当なんか、まあね、このような井本さんとか那須さんが言ってるから誰でも行ける感覚ができてると思うんですけど、絶対行けないですこれ。本当今5500ですけど、もう病人です。頭がポワーっとするし、やばいなこれ、本気でやばいっすこれ。もう病人だ、頭が。やばい。全然上がんない。全然上がんない。こう見るとすごい普通ですけどね。あそこにずっと行ってたと思います。ここまで来たらね、飲み終わった。49になっちまった。行かないと。まあ飲んで酔っ払ってても、つまり酔っ払ってなくても同じって感じですね。で、どちらかというと飲んで酔っ払った方が気分がハイのなんか気持ち悪さなんで、その方がいいかもしれないですね。今日はやばかった、今日はやばかった、本当に。いや、やばかった。あ、今から中野行きますね。お仕事ですよ。契約を締結します。いや、今日はやばかったな、本当に。今日はやばかった、これからもずっとやばいね。やばいね、高所のこの弱さ。今まで酸素濃度が25っていうのは今まででもう見たことないって言ってましたね。ロードウェイ、すごいこれ、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいな。うわ、センスが。これはすげえ。ここに乗せてるんだろう。超かっこいい。100円ぐらいで。で、これを500円で取って1000円で売る。そう、大きいじゃないですか。大きくてクオリティがいいですけど、それがマスタースターズピースっていう。これ肩がある。そう、右で押して、右で押してここまでやって、で、肩まで来たら前に持ってきて、あそこのちょうど白と白の間のところに入れると歯が出るんですよね、ピンって、だから気持ちこの隙間に合わせれば紐が切れるっていう。これ難しいんですか？まあ難しいです。あ、案外こっちの方が簡単かと思いきや難しいんですか？多分星野さんだったらこっちの方が得意だと思います。ああ。
グリップが効いてるやつは一発で取れるんですか。え、これ、え、どこのやつでも。だから600円一発台くんですよ。あー、なるほど。どれの取れる感じですか。へぇ、すげー。こうやってピッてやったらもう必ず引っかかるんです。へぇ、あ、普通ならこっちね。スーパーボールだから一回掴んだら離さない。600円一発台一発で取る。日本、日本。すいません。新橋じゃねえよ。新橋、ここは中野だけど、うなぎワンコイン500円らしいです。今時。すごいですね。